もしもしタピオカ屋さんですか？ん？違うよ、ギャルすぎ生徒会長三上咲ちゃんだよ。タピオカミルクティーを2つお願いしたいんですが。うん、なんだか話噛み合わないな。急いで届けてほしいんです。会長、もしかしてそれって…タピオカ2つお願いします。不審な電話の正体とは？僕の名前は田中康介、生徒会で書もやっています。今日暇だな。生徒会の仕事もないし、遊ぶ予定もないし。あ、田中、プリトリーク？この人の名前は三上咲、ギャルな見た目の彼女ですが、こう見えてうちの学校の生徒会長なんです。いいですけど、たまにはうちに早く帰って休んだ方がいいんじゃ。ギャルたるもの、スケジュール帳に白紙があったらダメじゃね？おう、あ、トモコっちからだ。トモコさんって…そうそう、おなくらの子。遊びのお誘いかな。やったぜ。あつー、トモコっち、うちも超暇してたとこなんだわ。鳥も遊び行かん？あの、タピオカ屋さんのお電話で間違いなかったですか？え？何言ってんの？うちうち、生徒会長の三上咲ちゃんだよ。よかった、タピオカ屋さんですね。はあ、だからうちはタピオカの注文をしたいんです。ほえー、どうしたの会長？なんかわけわからんって言いなんよ。うちのことをタピオカ屋さんって勘違いしてるみたい。タピオカ屋さんに？何回否定しても言ってくるし、聞こえてないわけじゃないと思うんだけどね。じゃあタピオカの注文を始めますね。ね。もしかして何か別の意図があるんじゃ？本当の意図。どういうこと？何かはっきりと物事を言えない状況。例えば向こう側に誰かいて、その人に会話の内容を聞かれてるとか。え？そんなことあるかな？わからないけど。もし、トモコッチ、もしかして誰かにこの電話聞かれてて本当のこと言えないけ？はい、そうです。マジじゃん。やっぱり。でもどういう状況なんだろう。おい、早く注文しろよ。まさか元彼に部屋に監禁されちゃうなんて。誰かに助けを求めないとと思ってタピオカ屋に注文するふりをして電話かけてみたけど、警察に電話するつもりがディレクの一番上の会長に電話をかけちゃうなんて、私のドジ。ほら、何やったんだ。待って、今注文するから。かけ直すのも変だし、このまま押し通すしかない。気づいて、会長。あの、注文いいですか？もしかしたら、この注文を通して真意がわかるかもしれないよ、会長。よし、行ってみて、トモコッチ。はい。じゃあ、この関西風宇治抹茶パフェと、新作の金のタピオカミルクティーを注文したいんですけど。関西風？なんで？そんなタピオカあったっけ？不思議な組み合わせだね。この注文に隠された意図が。そうなの会長、2つの注文の頭文字を組み合わせれば換気。お願い、気づいて会長。あ、わかった。パフェのパ、そしてミルクティーのティー、この2つを組み合わせて出来上がる言葉はパーティー。おお、きっとパーティーのお誘いなんだよ。そういうことなのかな。返事をしないってことはそういうことだよね。違うよ会長、とにかく軌道修正しないと。あの、二人分お願いしたいんですが。二人？ということは今一人じゃないってことかな。そうなんです。やっぱり大人数のパーティーちゃんってことだよ、これは。どうしてそうなるの会長。でも、ともこさん、返事してくれてないですよ。それは、ほら、
うちらに本当のことを言えない系とか？そうです。あ、サプライズパーティーだ。うちらのことをみんなに黙って招待して誰か驚かせる的な。なるほど、辻褄が合いますね。もうオッケーだよ、うちらに全部任せてすぐ行くわ。え、よっしゃー、サプライズパーティー頑張っちゃうぞー。はい。おい、いつまで注文に時間かかってんだよ。ごめん、なんか会長勘違いしてるっぽいけど、でももう一度注文のふりするわけにいかないし、お願い気づいて会長。タピオカ頼まれたし、やっぱこれは外せないよね。そうですね、パーティーちゃんなんだからたくさん買ってこ。なんか楽しくなってきた。タピオカ楽しみだな。トモコとタピオカ飲むの大好きなんだよ俺は。大丈夫、会長はタピオカなんて買ってこない。ちゃんと意図に気づいて警察とかに連絡してくれてるはず。やっば、タピオカ新作も出てるじゃん。これも買ってこ。会長を信じるのよ、トモコ。田中、これ着なよ。コスプレ？なんでですか？パーティーにはコスプレがつきものっしょ。楽しんだ方がよくない？それにしても会長遅いな。もしかして本当にパーティーだと勘違いしてるんじゃ。ウケる、陽気な猿やば。もう僕で遊ばないでくださいよ会長。ダメよトモコ、会長のことを信じなくちゃ。さあそろそろトモコっちの家行こうか。おい、なんかタピオカ遅くねえか。そうだね、でも結構人気のお店だから。お前ちゃんと注文したんだろうな。もちろんだよ。てめえ、もしかしてタピオカ屋に電話するふりして警察に電話なんかしてねえだろうな。この顔はやった顔だな、この野郎。違うの、警察には電話してない。美和ってことはどこかしらには電話したんだな。裏切りやがって、こんなに愛してるのに。さあ、いよいよ突入だよ。うちらはサプライズゲストなんだから、はじめが肝心。クラッカーの準備はオッケー？もちろんです。うん、じゃあ、行くよ。ああ、タピオカお届けに参りました。ほら、タピオカだよ。嘘ついてなかったでしょ、受け取らないと。お前はここにいろ。サプライズ、せーの、サプライズ。いやー、発砲された。おーおー、めっちゃ驚いてくれてるじゃん。クソ果てな警官と化け物猿が発砲してきやがった。サプライズ大成功だね。何してるの会長。何ってサプライズだよ。ほら、もう一発。うわ、撃たれた。あんたもあんたで何やってんの。うん、トモコさん縛られてる。それに涙の跡。パーティーって聞いてたのに全然人いないし。まさかこれ監禁？そのまさかです。どういうこと？助けて。やるしかない。待って田中。なんで会長。ダメだよ。あ、この男が何か武器を持っていると警戒しているのか。さすがにサプライズでぶん殴るのはやりすぎだよ。だからサプライズじゃないんだって。てめえ、やっぱりタピオカ注文なんて嘘じゃねえか。全員まとめてぶっ飛ばしてやる。まずい、反応が遅れて。もう一つおまけにパン。あ、助かった。もう撃たないで。トモコさん、会長ちょっとこっち来て。何？うちにもサプライズ？よし、これで。お前ら一体何なんだよ。会長の友達に手を出す奴は許さない。サプライズ。真相、
トモコッチのカルピッピが警察に連れてかれてる。なんとかなりましたね。大丈夫？トモコッチ、一時はどうなることかと思ったけど、会長のこと呼んでよかったよ。ありがとう。絶妙な勘違いをしてたみたいですね。でもなんとか助かった。ありがとう。うん、それはいいんだけど、ちょっとわかんないことがあって。なに？彼氏さんはどこに行ったの？え？警察に連れて行かれてたでしょ？リアルだよね。は？もう十分だからさ、そろそろサプライズの種明かししてよ。会長、まだサプライズだと思ってるの？今日は見てくれてありがとね。他の SNS も絶対フォローしてね。田中、この後旅ろうぜ。いや会長、この後生徒会ありますよ。秒で戻るから早く行くよ。待ってください。